されたガリガリ君の味を。あ、すごい。それが白が決めることができる。せいひろがり味みたいな。壁味壁なんだよ。海無臭味。どうも、せいひろがりずと申します。いよさあ、始まりました。はい、何ですか。今日はゲームではございます。急に呼び出されて。どうしてもやりたいのがどうしても珍しい。せいひろがりずといえば、やっぱりアイスクリームのガリガリ君とは切っても切り離せないガリがやっぱりちょっと被ってきてますんでね。末広ガリズとガリガリ君っていうのはやっぱりなんか他人とは思えなくなってきましたね。初めて意識しました。でね、はい、そのガリガリ君のホームページを見ると今なんと味を募集してるんですよ。10月15日までその味を募集してあって、それに応募して採用されたガリガリ君の味を。 あすごい。それが白が決めることができる。広がり味みたいな。そう、いい、全部今まである味。ああ。もういろいろあります。ゆず、ビワ、ビワとかもあるんですよ。うわ、ビワめっちゃ食いたいな。ビワでいこう。そんな、もうまだまだ2つしか言ってない。ゆずとビワ、見てください。こんだけあるんですよ。ビワでそんな引っかかってたら、もうすごいのありますから。マスカット・オブ・アレキサンドリア味とかもあるんですよ。オブ・インディ・オブの時しか知らない。いや、やっぱり和風がいいと思うんですよ。そう、そりゃそうやろ。末広がりずですから。末広がりず味出すのは和風しかないよ、それは。和。だから俺、ビワめっちゃええな、俺。ビワはもう出てるから。ビワはもうあるから。ござるのよ、ビワはもう。ビワシーズン2ね。ないかな。ビワオブアレキサンドリア。ビワオブアレキサンドリア。ござるのよ、ビワは。あれなんか。カキとかね。実際に。あれ あるんですか。やったー、実際に。食べながら。ああ、久々かもしれない、この一番、ね、オーソドックスな基本のガリガリ君ソーダ、うん、これ和風で言ったら、うん、ゲソゲソ殿ゲソゲソ殿でございます。ガリガリやから痩せてる。そういうことですか。そういうこと。かじってるガリガリ細いってことじゃないんですか。違うぞ、見ても間違えました。うん、牡蠣どうですか。牡蠣ああないんですよ。牡蠣ね、うん、かけないですよね、今ちょっと同時に。どっちフルーツの方よね。そりゃそうでしょ。いやもうだっていろんなのあるから。広島さんのかけもあるから、はい、いきなりかき養殖のかきやつ。養殖のかき、あんまり食べたないですよ。和で行きたいからね。いや、そんなん言い出したらもうあれしかないやろ、末広がりずの味って言ったら。えよもぎ、よもぎ、よもぎ味ね。よもぎ餅とか、よもぎ餅味、よもぎありそうやな。よもぎ切る緑で行こう。よもぎ、よもぎ、栗きんとん。栗きんとんうまいからな。栗きんとん、栗きんとんうまいからな。栗きんとん味。栗きんとんは決まるでしょ。めでたさも乗っかってる。うわー、出るね。出るよ、出るよ、もっと出るよ。これガリは、ガリ、ガリ味、ガリ、ガリ生姜ってこと。生姜、お寿司のガリ味。ああ、うまいでしょ、絶対。ガリガリと末広ガリをかけてね。ちょっと前に板倉村瀬のオンとオフという番組で、あ、紅生姜、紅生姜のかき氷食べて美味しかったんですよ。うんうんうん、だからガリあるんじゃないかなと思って。ガリは和風ですし、末広ガリのガリにもなってる、うんうん、ガリガリ君のガリもある。言ってた今。もう3つかかってるから。かかりまくってるから同じこと。青春なんちゃらとかいけるんやったらほんまに雅、なるほど、春はあけぼの味みたいなにして。なるほどな。そう、なんかめちゃくちゃええかもな。なるほどなるほど。昔話かもいいんかもな、笠地蔵とかそういう。ああ、昔話の、うん、桃太郎、桃は、まあ、絶対な。桃は浦島昆布味。行こう。浦島昆布味いいかもね。冷やし飴味。冷やし飴、おい、ちょっとその名前変えよう、名前変えよう。なんかつけよう。露店で冷やし飴味。自販機間違えて押して腹立ったけど飲んだら結構美味しかった味。露店の露店冷やし飴。昔ながらの冷やし飴味。ああ、ソース焼きそばがあるか。まあ、ええか。昔ながらの冷やし飴味。つつじ味。どうやって？いや、あの蜜の再現してもらって。
なるほど。めっちゃおしゃれやけどな、ツツジ味とか言われたら。うん。ちょっと手に取りますよね。ツツジ味。ツツジって何やったの。それ一番なるのどれ。ツツジ。ツツジか。蜜やもんな。春はあけぼのとか言われても確かに。何これってなりますね。みやび味とかね、けどな。何味よ、みやび味って。いや、そうなるやん。甘酒、結局。その辺は、その辺は全部甘酒。春はあけぼのも甘酒。春はあけぼのの甘酒はなんかわかりますね。うんうん、春はあけぼの味、かっこ甘酒味。甘酒味やろ。餅全種。餅。色団子味で色3つ。うわ来た。あの、仏壇とかにそんなってる、こういう砂糖の、こういうなんか型で押されたあれ。落眼ね。あ、落眼。落選コートも言うし。あれはちゃうか。あれちょっと。あれ美味しいと思ったことない。そんなん言うね。俺めっちゃ食うて。今とこれぐらい出ましたけど。はい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 。こっからまあ5種類ぐらいいくか。よもぎは置いとくか。よもぎ置いとこう。ヤシ飴。悪くない。昔ながらとかいうのも悪くない。でもちょっとソース焼きそばがあるからな、昔ながらの。そう、先から言ったけど。そうそう、何も引っかかってない。何を心配してるんですか。昔ながらのが気になるんだよ。昔ながらと来たらソースしかないってことですね。もっとあるよ。上の句、下の句、セットで。昔ながらの街並みですね、とかよくない。さっきからめっちゃ言ってたよ。心配して。稲荷は置いといてもいいかなと思う。出えへんと思うから、他では多分。咲き誇れ、ツツジ味みたいな。その。いや、いいかも。変の犬だ、髪の句。咲き誇れな。うん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 。髪砕けたクワン味。砕くイメージだよ。添えてます、たくあん味。誰に対して。壁味は壁なめ。壁なめ味。壁なめくん。壁なめくん、壁味。壁なめくんはないねん、味なんか壁に。募集してない。壁に味なんかないねん。ないねん、無臭。無味無臭味。コンクリート味。コンクリート味、木造味。その木造となんて。プレハブ味。無味や。壁は。無味は壁。もう自分が一番食べる、もう売ってたとして食べる、うん、冷やし飴か。手に取んな、俺も。つまり、まあ、これも手に取るな。よもぎも気になる。手に取るな。石田式にパクことぶき味。あるわけもの甘酒味もいいな。レジ出したいもんな。はい、チラシキンパクことぶき味が1点。もうめでたいよ。めちゃくちゃめでたいよ、もう。さあ、じゃあ決まりました。はい、5つ候補出してみます。はいはい、チラシキンパクことぶき味。めでたいな。で、2つ目がよもぎ味。で、3つ目が昔ながらの冷やし飴味。で、4つ目が春はあけぼの甘酒味。で、5つ目が咲き誇れツツジ味。さあ、どうなることか。さあ、これ言っちゃ本当に送れるんですよね、これ普通に、はい、じゃあ送りましょう。送らせてもらいましょう。はい、結果は皆さん、年内ぐらいにコンビニ探し回ってください。ここまでが我々の仕事です。さあ、楽しみですね。はい、はい、それで楽しみにお待ちください。以上、緊急企画でございました。ありがとうございました。